これで終わる。いいえ。まだあの男がいる。良い月だな。協調ですね。何？何が協調だって？雨上がりの良い月ではないか。さればこそです。雲一つない聖夜、明け方にかけ大いに冷え込みましょう。風もない。このような時は霧が出やすくなります。雨の後であればなおさら。川中島のあたりでも数日は同様でしょう。見通しが悪くなります。そうなれば兵を動かすのにも支障が出るか。そのためにいらぬ犠牲を。はい、上杉との大戦、なお一層の用心が必要です。初陣を前に緊張しているかと思えば可愛げのないですか。まったくだ。せっかく激励してやろうと思った私の心遣いが台無しだな。恐れ入ります。だがそれでこそ父上が目をかけた真田正幸、私が友として頼みとする男だ。もったいないお言葉です。できることなら私もお前と共に初陣を迎えたかったが。いずれしかるべき戦が用意されましょう。そうだな。武運を祈るぞ正幸。父上を頼む。母、この月上杉にとっての今日にしてみせましょう。申し上げます、第一章乱世。永禄四年秋、時は戦国。信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信は、川中島で四度目の対決を迎えようとしていた。ここに武田家臣真田正幸は初陣を迎える。日の本一の強者真田幸村の父であり、後に徳川家康を最も恐れさせたとされる豪将も、今は一介の若武者に過ぎなかった。
見回りを続けます。良きかな。見回りを続けます。良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。お目が高い。ご武運を。Thank you.
正幸様。見回りを続けます。すでに勝ちは見えておる。海津城に物資を輸送するため北の関まで二打を護衛する。わしもお供します。クセ者が出ても蹴散らしてやりましょうぞ。策である。
いいな。愚策である。愚策である。など自慢にならん。
策である。物資の輸送ご苦労だったな。きちんと届くか心配だったが。心配をかけたようですまなかったな、摩擦。ここから先はよろしく頼む。任された。大丈夫だとは思うが、帰りも気をつけろよ。いかがした？やりました。良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。これは正幸様。
ちしま。見事。良きかな。見事。そうか。出陣いたそう。これは出陣いたそう。出陣するか。すでに勝ちは見えておる。
明けまでに西女山を攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。バカ、夜は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますぞ。殺兵だな。砦に我らのことを知らされては困る。敵衆、武田の奇襲だ。バカ、戦の終わりには定められた時刻というのがございますぞ。承知の上だ。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。西女山に陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃、そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公を率いる本隊とで攻撃する。それが軍師山本勘助様が立てられたこたびの策だ。なるほど、それでキツツキ戦法。偵察兵がいるな。この奥が最後の砦であろうが、いささか脆すぎる。若、剣心の姿がどこにも見当たりません。これは親方様が危う。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。開門。若、高坂様にご報告を。それでは間に合わん。暗闇に乗じて忍者など特殊な兵が襲ってきます。お気をつけくだされ。忍びは見つけ次第倒すのだ。妨害を受ければ後続の進軍が遅れる。全軍に通達、警戒を厳にせよ。これでお味方の進軍も速やかに行いますな。ここまでは早すぎ。ここまでは容易い。敵の士気はますます盛り、本陣へ行くことも難しくなりましょう。夜明けまでにどれだけの距離を稼げるか、それが勝負の分かれ目だ。武田の別動隊か。思っていたより早く。追撃を見越して兵を残していたか。やはり剣心は先に山を降りていた。真田のご伜か。貴様
様に恨み。ではないが、武田に信濃を追われた屈辱、忘れはせぬ。怒りに任せて策もなしに攻め寄せる。だから、お前は敗れる。こたびは。無働きなど自慢にならぬ。様はやらせん。ここまではたやすい。剣心口の読みは正確。ここで待ち伏せして当たりだった。お前がしんがりか。ならば剣心は近い。山形正景様、応戦一方。親方様の救援に向かうことできず。あれを撃破すると周囲の士気を一気に下げることができます。無働きなど自慢にならぬ。剣心の至福の時、邪魔はさせません。上杉軍の猛攻に苦戦。ここまではたやすい。お館様が危のうございます。お急ぎくだされ。救援こう。ここで王道を閉ざされちゃうのかね。敵将を討ち取ったり。そこまではたやすい。敵将を討ち取った。ここまではたやすい。
働きなど自慢にならぬ。うるわな脈は精神はこれより宿敵との格別に邪魔をするものではありませんよ。あいにく戦を楽しむ風流はな。無粋な承知、推しとは不働きなど自慢にならぬ。良い覚悟を持っているようです。許しましょう。開門。お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。さて正念場じゃな。すでに勝ちは見えておる。
り囲まれちゃったね。海津城まで一時引きたいところじゃが。天使の行き続き戦法を読まれたは我が不覚。命に変えても親方様の対応は開かねば。何としてもお守りする。それだけが勘助様の覚悟に報いる道だ。先々に勢いなし。これなら早く開門でき、先の戦で正幸が叩いてくれたおかげよ。受けた傷が柵が破れた無念さから突っ込んでくるか。山本勘助、そこが知れたな。何とでも言うがいい。親方様を生かす、これが勘助最後の策よ。サイボン！
剣心が迫っております。このまままっすぐお逃げください。打ち取った。剣心が迫っておりますので、ご用心ください。間もなく海津城だ。海津城の兵と合流できれば巻き返せるはず。開門！海津城が見えた。この二打を何としても運び込むのだ。出せるものか。この二打は上杉がいただく。ここまで来て足止めなどさせん。早々に蹴散らしてくれ。反撃に必要な2だ。敵に奪われるわけにはいかん。お手を煩わせてしまい申し訳ありません。助かりました。若、これで次の一手を打てましょう。打ち取った。気が落ちた。我らに残された時間はあまりないぞ。天下無双とは光栄なことだ。開門！親方様、急ぎ城内へ。
犠牲は大きかったですが、親方様さえご無事なら反撃も。そう、じきに啄木部隊が戻る。戦はこれからだよ。